エレクトリックギター研究。デビットマイカカスタムギターズ。今回はポルトガルのエレクトリックギターをご紹介します。ポルトガルのギターはファドと呼ばれていて、このファドをエレクトリック化したモデルです。以下、この楽器の仕様を説明していきます。ボディはマホガニー、スケールは24.625インチ。 ネックはミディアム C シーシェイプ。サイドドットはエボニー。フィニッシュはニトロセルロースラッカーです。ネックはホンデュラスマホガニー。フィンガーボードはブラジリアンローズウッド。フィンガーボードドットはシルバーライニングパウアーバロン。フレットボードラジアスは12インチ。フレット数は22。 ナット幅は1.75インチヘッドストックの黒い部分はエボニーですポルトガルギターのチューナーは独特の構造をしておりヘッドの形も通常のギターとは大きく異なっています このチューナーは一般に販売されています。ロゴはパールです。ピックアップは1970ビルローレンス560リズムアンドリードハムバッカーです。ボリュームトーンコントロールスイッチの切り替え1ネック2ネックプラスブリッジパラレル3 ネックプラスブリッジシリーズ4ネックプラスブリッジアウトオブフェーズ5ブリッジこのギターの設計から完成までの過程が公開されていました。なかなか制作過程は見られませんので、興味のある方はぜひご覧ください。 ご視聴いただきありがとうございます。良ければチャンネル登録、Like ボタンをお願いいたします。コメント、リクエストもお待ちしています。